まあ、皆さんこんばんは、カズマックスです。今日のサブチャンネルはですね、ついにですよ、メインチャンネルのチャンネル登録者が1万5000人を、突破いたしました。めでたい、ありがとうございます。本当に、いや、いつも皆さんありがとうございます。こんなね、サブチャンネルまで見てくださってる本当コアなファンの方も本当に皆さんありがとうございます。いや、あのね、サブチャンネルの方もでも、もうすぐ1000人ということで、いや、本当いつもありがたいと思っております。もうじわじわね、登録者が増えてきてくれてね、そんな大してそんな動画もポンポン上げてるわけじゃないのに、いや、本当いつも皆さんありがとうございます。本当で、今日はですね、祝杯です。はい、本当はね、ちょっと先月お仕事頑張っていたので、その分のね、ちょっと余裕があるので、まあちょっといいお酒でも買おうかなとも思ったんだけど、山梨県じゃないか、サントリーの、すごく美味しいお酒があるんだよ。響っていう。ここに出せるかな。響っていうやつ。これがね、ウイスキーの中ですごく美味しくて、僕も、あんまりお酒飲む方じゃないけど、これはね、美味しいなって思える、本当に。ウイスキーなので、これをね、ちょっとちっちゃい瓶でも買って今日飲もうかなとも思ったんだけど、祝杯でね。いや、でも、何よりやっぱりね、僕にとって、やっぱり祝杯っていうのは、コーヒーだろうと思って。はい。まあ、何せコーヒーチャンネルですから、コーヒーチャンネルのカズマックスさんですからね。最近ツイッターの方だと続調ですけど、一応カズマックスさんなんで、やっぱコーヒーが一番ということで、はい。今日は、コーヒーでございます。まあ、これ、とある方からいただいた、実は、ドリッパーを使って、茹でております。まあ、近々、動画で紹介するでしょうね。多分次の動画かその次の動画かわからないけど、ほんと近々誰にいただいたドリッパーかわかります。そして豆もその方からいただいたものです。これが非常に美味しいんですよ。いや、1万5千人のね、祝杯にまあふさわしいだろうということで、今日はありがたいコーヒーをありがたく、皆さんに感謝しながらいただきます。いただきます。うまいねー。うまいなー。やっぱりコーヒーだな。よかった。コーヒーにしてよかったよ。やっぱ、ウイスキーじゃない、お酒じゃない、響きじゃない。僕にとっての祝杯は、はい、祝い。コーヒーでございます。いや、幸せ。本当幸せ。うまいんだよね、このコーヒー。まあ、動画で、ね、詳しく話すけど。あ、そうだそうだ。何を話そうとしたか思い出した。そう、1万5千人超えたから、ここでね、ちょっと、今までのことについて話そうと思います。チャンネル登録者がさ、何人いったとかさ、そういう時よ。最初僕がチャンネルを作ったのは、確か、3年以上前だったかな。の冬、12月か2月だったと思うんだよね。その時は YouTuber として活動するつもりなんて一切なくて、ただコーヒーの動画1本あげればいいかなと思ってそれであげたんだけど、だからね、別にチャンネル登録者なんか別にコーヒー動画1本あげたところで増えるわけないし、100人を超えたのはいつだったかな。もしかしてカフェインさんとコラボする前、コラボするした後だったかもしれないね。100人超えたの、そのくらいのレベルだったよ、ほんと。数百人ずっと、ポツ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 ね。なかなかやっぱりマイナーなジャンルだからさ、チャンネル登録者も増えないんですよ。まあ分かってやってたからね。別にチャンネル登録者が欲しいわけでもなかったし、まあそれでコツ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 やってたんだけど、でそれで、まあそれでもまあちょっとずつ増えていって500人とか行きましたね。でもさすがにね、500人の時はものすごく嬉しくて、そう、500人めっちゃ嬉しかった覚えがある。で、確かね、動画も作ったんだよね。確か、山梨県初 ?500 人突破みたいな、なんか浮かれた動画を作ったんですよ。懐かしいな。どんな動画だったっけな。まあ、忘れちゃったけど。すごく嬉しかったのは覚えてます。で、アンソニーさんに、確か700人くらいの時にだったかな、紹介してもらって、で、そっからなんかまたぴょーんと増えて、やっぱりね、アンソニーさん2万人、当時2万人くらいいたんですよ、チャンネル登録者が。今の僕以上ですよね。で、やっぱり影響っていうのは大きくて、700人だったのが一気に1100人とかに増えたんですよね。で、それからまあちょこちょこやっぱり来るから、伸びのペースはね、上がったし。
に。あれは本当ありがたかったね。いや、嬉しかったな。うん。やっぱね、あの、サブチャンネルで前に話したと思うんだけど、でもね、その動画非公開にしてあるかな。もう、多分。やっぱ、アンソニーさんっていうこの YouTuber さんに認めてもらえたのが嬉しかったんだよね。別にファンが増えたとか、もう嬉しかったけど、もちろんね。だけど、それより何より、本当に YouTuber さんが、なんか僕の動画を認めてくれた、紹介してくれたっていうのがすごく嬉しかった。自信なんかなかったからさ、動画に。ほんといつもダメだな、こんな動画じゃって思ったからさ、僕 YouTuber の視聴歴長かったから、すごくね、自分の動画にね、なんか苛立ちを感じていたんですよ。編集するたびに、撮ってる時楽しいんだけど、やっぱりなんか違うんだよな、なんか違うんだよなって思いながらね、すごくね、悔しさとね、なんか苛立ちを感じながらね、編集していたんですよ。実はほんと最近ですよ、あの、納得できる動画がポツポツ出始めたの。いまだにちょっとうんって思う動画もたまにあるけど、うん、でそんなこんなで1000人を超えて、で1000人とか超えるとね、だんだんあの YouTube スペース東京とかも意識しだすんだよね。あの、やっぱりあの機能とか使えるようになるんですよ、1000人とか超えると。なんかね、ランクがあるんだよね。1000とか5000とか1万とかなんか10万以上とか、結構それに応じたなんかこの機能があるんですよね。 YouTube クリエイター向けの YouTube スペース東京の機能が、なんかイベントやったりだとか、うん、まあいずれね、まあ、使いたいかなとは思ってるけど、うん、で1000人超えて、まあ知らない間にポン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 で、だんだん瀬尾さんとかね、そう1000人超えたあたりからコラボもしだして、でまあコラボのね方々に助けられて、最初野間さんで瀬尾さんで、うん、いろんな方々にね、ほんとコラボしていただいて、うん、いや別にチャンネル登録者が欲しかったわけじゃなかったから、うん、でそこまでなんだろう、なんか意識はなんだろうな、そう、やっぱチャンネル登録者っていうよりは、やっぱ YouTuber さんが呼んでくれる、コラボしてくれる、認めてくれてるっていうのがすごく嬉しかったかな、やっぱり、うん、やっぱりあの僕のジャンルってマイナーだから定着はしないだろうなと思ったんですよ、増やしたところで。とかコラボする相手って結構、まあ、有名な人が多かったじゃないですか、名のある人方々で、対してこっちはマイナーだから、いや、そっちが好きでもこっち好きにはならないだろうと思ったんですよ。だから期待しすぎなかったっていうのもあるのかな。だからあまり食いつきすぎなかったというのも、まあそれは良かったかもしれない。うん、それで、ね、僕が同じジャンルにいたら、もしねYouTuber でちょっと楽しいことやる感じのにいたら、まあちょっと欲が出たかもしれない。もうね、よくね、売名とか言われるんだけど、そういう意識は全くないんだよね。うん、楽しんでやってるからさ。で、なんかやっぱ、すごく光栄だなと思いながら毎回やってるから。自分からね、自分からコラボしましょうって言ったことって、ほぼないのよ。うん、多分。ほぼね。まあ今後の動画であるのはあるかもしれないけど。で、それがなんでかっていうのが、自分に自信がないんですよ。あまりにも。YouTuber として。僕ね、一個前の動画で話したけど、もうめっちゃ引っ込み思案っていうか、あんまりね、こう、うまいこと、人を盛り上げたり、こう、なんていうのかな、空気感を作れるタイプの人間じゃないんだよね。なんだかんだで、こう、周りが、なんか構ってくれたりはしたんだけど、今まで。プライベートとかでもね。自分が、この、みんなを盛り上げていこうぜみたいな、楽しくワイワイやーみたいな感じではないのよ。そういう空気感を持てる人間じゃないのよ。面白みのある人間じゃないのよ。だから直に会ったりしたり、うん、するっていうのがなんかはばかられたんだよね。怖かったんだよね。こう動画で見てる、いつもメインチャンネルとかで見てる、はい、どうもみなさんこんにちは、カズマックスです、今日はですねみたいな、もう自分全開でいけるやつならいいんだけど、プライベートで会ってしまうとなんか別に、面白いことも言えないし、うまいことできないんじゃないかって。あと、向こうもちょっと失望されるんじゃないかって、ちょっと怖くてね、実はね。そんなこと思ってました。実は。ほんと面白みのない人間だから、正直、ほんとに。悪いけど。まあ、はい。まあ、ずっと彼女いないの見ればわかるように。そういうタイプですから。だから、ほんとに向こうが誘ってくださった時だけ、もうほぼ、今まではね。ありがとうございますって言って、うまくできないかもしれませんがって言って、
っぱ嬉しかったからね、緊張しながら、ほんとビビりながらね、行きました。もう半端じゃなく緊張したからね、マジで。ほんとに。冗談じゃないけど。毎回気が気じゃなかったよ。ほんと。なんかボロ出さないかなとかね。うん。平気なふりしてたけど、だいぶ。うん。元が緊張しいだから、大変でした。まあそんなこんなで。まあでもね。でも、まあ1万5000人。ついに1万5000人か。元がコーヒーを売りたい、あの僕 YouTuber やりたいわけじゃなくて、コーヒーを売るためにできれば何でも手段は良かったんですよ。コーヒーを売れる手段があれば何でも良かった。それがたまたま顔出しっていうのがやっぱりその当時やっぱ流れが来てて、一番再生回数もいくし、やっぱりコーヒーを売るために何が必要かって考えた時に、じゃあ自分の顔出そうと思って、でそういうのでコーヒーが元で別のものをくっつけていったんですよ。だから 僕は付属品なんですよ。コーヒーチャンネルだから、あのメインはコーヒーなんですよ。カズマックスのコーヒーチャンネルだから、うん。だからそもそも自分を売り込もうとか、自分が人気になろうとか、自分が稼ごうとか、そういった意識が全くないので、元がね、ほんと発端がないので、そんな発想できないもん俺。あの今言ったように、さっき言ったように自分に自信がないから、あの人気なんか出るわけねえと思ってるから、絶対ないから、あの自分だけで売ったとして、もしもねコーヒーじゃなくて他の YouTuber みたいに面白い動画とかできないから、決して。だからね、再生回数欲しいとかそういう考えに繋がらなかったんだよね。今でも一番嬉しいのは、あのコーヒー始めましたとかね、そういうコメントだし、コーヒー楽しんでるなっていう分かるコメントすごく楽しく読んでます。うん。だからね、そういう点でいろんなちょっと YouTuber さんと意見が食い違うことも今まであったな。うん、別に喧嘩じゃないけど、ちょっと、うん、なんか根本的なところでズレがあった時がある。まあ多少ね、まあその考えも分かるかなって感じになってきたけど、最近は。うん、それでもやっぱり再生回数回すために投稿しようとか、うん、チャンネル登録者増やすためにこういう戦略があるとか知ってはいるんだけど、やるとは思わないんですよ、無理してまでと思うんだよね。まあでもそれでも1万5000人ですから、いや本当ありがたい、ありがたい本当に。うん、今いるね、あのファンの方を、視聴者の方をね、大切にしながら、まあ、コーヒーちょっと楽しく、またこれからもね、こうレビューして、ん？違うな紹介していけたらいいと思っております。はい、というわけで今日のサブチャンネルでございました。サブチャン…え？違うな、え？ちょっと待って、今いい感じで締めようと思ったのに、そう、最後でつまずいてしまったな、クソ。こういうところがね、こういうところがやっぱりね、ダメなんですよね。はい、というわけで、まあ、サブチャンネルもね、ぼちぼち楽しく、こんな感じでゆるくやっていきたいと思っております。ほんとサブチャンネル作ってよかったと思ってます。あのこのゆるいカズマックスを売れてるっていうね、メインチャンネルだけだと、あの多分ね、あのちょっとプレッシャーになったと思うんだよねでもこういうサブチャンネルを作って、ちょっと本当の自分を出してみても、見てくれる人がいて、最近増えてるし、すごい、うん、なんかちょっと安心してる、そこでこんな僕でもいいのかなって最近ちょっと、うんだからちょっとメインチャンネルの方でも少し力を抜いてみようかなって思ってます。あの別にあの無理してるわけじゃないんだけど、ちょっとテンションを抑えめに、もう全開で行かなきゃいけないっていうこの意識があるから、ちょっとまあ緩くやってもいいかなくらいの感じでいきたいかなと思っております。今までいろいろ戦略とか考えたんで、自分でもコーヒー売るためのね、ちょっとドリップ男子の動画の時にちょっとうざくしてみたりとかね、あれ本当に、いやーでも狙い通りいて嬉しいわ、あれはあれすっごいうざーくやったんだけど、本当自分で見てもうざいくらいだからね。うん、でもうざいっていうコメントもついてて、なんかちょっと嬉しかったでもね、もうああいうのはやらない。うん、まあこれからちょっと自分を出していけたらいいかなと思いながら、まあちょっとゆるく楽しくやっていこうと思っております。まあ YouTuber ですから、人間ですから、
スタイルもちょこちょこ変えていきます。はい、というわけで今度こそ終わりましょう。というわけでカズマックスのサブチャンネルでございました。また次回お会いしましょう。じゃあね。